ふるさと鹿児島。今年で六十四回となる県民表彰。今年度の受賞者をご紹介します。鹿児島県では地域社会の発展や住民福祉の向上に貢献し。特に功績があった方々を表彰しています。昭和二十八年から始まり表彰は。 地方自治・教育・文化・スポーツ・保健福祉・産業経済・社会活動・暮らし・環境の六部門と特別表彰です。地方自治部門が元豊島村村長の式根忠明さん。 教育文化スポーツ部門は鹿児島独立美術協会代表の前畑昌造さん保健福祉部門は元薩摩川内市下古式手打診療所所長瀬戸上健次郎さん。 産業経済部門は、県観光誘致促進協議会会長の中原文雄さん。暮らし・環境部門は、元県公安委員会委員長の佐藤栄一さん。 表彰式では受賞者を代表して中原さんがお礼の言葉を述べました心から感謝申し上げる次第でございます私どもは本日の感激を忘れることなく今後とも研鑽努力を重ねてまいる所存でございますそれでは受賞者の皆さんをご紹介します 地方自治部門の式根さんは昭和27年から豊島村役場におよそ40年勤務企画課長総務課長などを歴任村の行政の発展に努めました平成3年から助役平成12年に豊島村村長に初当選3期12年にわたって村政の発展と住民福祉の向上に貢献しました 特に印象に残っている出来事って何かありますか教育委員会に配属になっておりますでたまたま教育長がですね芸石の免許を取ってさ島々を回れよとで免許を取りまして県のライブラリーで米軍の払い下げのなとこで、それを担いで島々回りましたもうそれがね、受けて 今度来っときはキャンバラを持ってくるもう教育営業ばっかりじゃ面白くないそういうことがありました豊島村は全国の市町村の中でも移住者が多く人口増加率が全国2位村の定住促進事業などが効果を上げています最初はですね島はもう一次産業しかないんだから 相談者に対しての補助金を貸し付けみたいな格好で3年間定住すればそれは返さなくてもよろしいということで他の市町村がですねやってない時期でしたから一次産業に充実するという覚悟で来てくれる人だったら歓迎しますとまあ人口の問題もありますがあのガリャ島が40年代に無人島になっております。第二のガリア島を作らないように 未来、栄光島々が健全であることを祈っております教育文化スポーツ部門の前畑さんは小・中学校に勤務して鹿児島の美術教育の充実発展に寄与してきました精力的に作品の制作を続け県内や全国の公募展に出品数多くの賞に輝いています 日本と韓国との交流美術展にも尽力。民間主導で美術を通した国際交流活動が育っています。うん、やっぱり自分の想像の世界をね、そう想像だこの頭の中の想像、思うという、ね、想像の世界を表したい。みんなに見てもらいたいと思っております。 というのはバックモンがないとダメですよだからそれにはやっぱり宗教的なあの仏の世界とかねそういうものを勉強したかったので前畑さんはパリに留学して大きな刺激を受けます最近は南西諸島の生活文化などから発想を得て新たな作品を生んでいます沖縄の 島々を巡ったり、えー、文部省の金をもらったりしたり沖縄のその野さんです野呂の世界であるんです大王様が喜ぶような絵ではないもっともっと綺麗なのを描こうと思っておるんですが命の原点を今描いているところ最後に今後の抱負についてお話しいただいてよろしいですか いろいろと勉強させてもらったので、学校の子どもたちにも教えてと思っています。保険福祉部門の瀬戸上さんは、昭和53年に下古敷島の手打ち診療所に赴任。38年にわたって地域住民の健康維持や救急医療体制の確立など、医療環境の整備に尽くしました。 島を離島医療の先進地にしようと毎年研修会を開き離島地域全体のリーダーとして指導的役割を果たしてきましたあの離島へ地医療っていうのはね日本だけの問題じゃないで島島県の離島だけの問題じゃないで、まあ、全国世界共通の課題でもあるんですよね実は先,先週間僕はオーストラリアのへ地医療学会に行ってきましたけもね みんな一生懸命ですよ。で生き生きとしておられる。なんか鹿児島も離島は邪魔問題絶対ないです。鹿児島県の一番美味しいところっていうかな。魅力の一つだと思います。そこで働ける喜びやりがい。これは大きいですよ。瀬戸上さんは漫画ドクターこと診療所のモデルとして全国的にも知られ。 若いいドクターの育成にも力を注いできました島で、まあ、在宅という言葉がありますけども、まあ、在宅と同じようなあれはそれ以上にね在等島に最後までいていただくそのためにするべきことをするというようなことで努力してきましたけどもね、えー、それとまあ若者たちがいっぱい来てくれますけどこれもありがたいことでね見てて楽しそうなといいますかね そういう梨を作れたなと思って努力してきましたけどもねで、若者たちが飛び込んでいって、いい世界だと私は思いますけどね。産業経済部門の中原さんは、ホテル中原別荘の会長、県観光連盟副会長や、観光誘致促進協議会会長などを歴任しています。 観光客の積極的な誘致や宣伝、受け入れ体制の整備を図って、鹿児島の観光産業と地域経済の発展に寄与しました。えー、旅館業が観光産業の一部としてですね、まああの産業として認知されたことに対して、私の後に続く人たちのために非常に良かったなと思っております。 まあこの鹿児島の観光振興に対しての、はい、まあ期待というのはどのように、はい、考えていいらっしゃいますか南北600キロの広大な県土を有して、まあ、自然そして安全な食そして歴史文化それに加えておもてなしの心を加えればさらに鹿児島の観光振興になるかと思っております。中原さんは官・民の組織で ドラマの誘致活動などにも奔走ししてきました鶴丸城の五郎門の復元そして石垣のライトアップおよび鹿児島を舞台にした何か大きなドラマそのような希望が一つ一つ実現しまた実現に向けて動いていることに対して非常に印象に残っております。全国に発信されそしてまた鹿児島は 海外空路 4, 4路線持っておりますのでその海外の国,国の方が注目していただけるということに非常に期待をいたしております、はい、暮らし・環境部門の佐藤さんは県公安委員会委員として県警の民主的な管理・運営と政治的中立を確保するために尽力しました。 医師としして勤務しながら、2回公安委員会委委員員長にも就任。公安委員会の管理機能の充実強化と活性化に取り組みました警察はいつの時代になっても3つのキーワードが大切だそれは規律指揮信頼ですね。あの県民の市民の方の信頼を得るということが大切だ 所長会議やなんかの場ではよく徹底されるんですけど、それが速やかに第一線の警察官まで早く到達して、そういう自覚を生んで活動するということが大切じゃないかと思います佐藤さんは、医者としての立場や視点から、県警の在り方への提言など、県民の声を警察活動に反映させてきました。 全国的に警察関係の方の不祥事がこう広がっていって鹿児島県も例外ではなかったんですけどでも他の地域に比べればあの件数は少ないし、まあ、警察の活動は活発に勇気を持ってされるっていうことが続いていければと思うんですけども公的機関には譲り合いの精神でもって。 やっていただきたいなというふうに思ってる次第ですね県民表彰を受けた皆さんこれからもご活躍をお祈りしています